ゲーム配信を始めました。ドラクエ5がアンケートの結果人気だったので、ドラゴンクエスト5をやっていきたいと思います。竜が如くっていうかね、昔のゲームが好きですね。竜鳳デスマスさん、おはようございます。ではですね、今日は最初からやっていこうと思います。一回データをリセットします。冒険書を消す、ワドを消します、はい、でソアラ、これ消そうね。古い前の持ち主のソアラさん、修道院、これ消します。ではここからやっていきましょう。冒険書を作る、冒険の書1で、ここでワドを、僕の名前のワドを入れたいと思います。ワド、これ主人公の名前です。いきましょう。表示速度は速いでいきましょうね。で画面の大きさはこれで OK だよね。みんな見えてるよね。大丈夫だよね。問題ないですか。映像と音声バランスいいですか。OK だったら手を挙げてください。映像と音声バランスが良ければ OK だったら手を挙げてください。よろしくお願いします。じゃあドラクエやりましょうか。ステレオモノラル、ステレオでいきますか。龍が如くやったことないですね。まずはパパスから。パパスがこう OK 大丈夫。じゃあみんなで楽しんでいきましょう。これクリアするまで何回ぐらいかかるかな。どれくらいかかるんだろう。パパス様、お生まれになられました。山頂ですね。山頂かわいい。パパス、そうか。パパス様、おめでとうございます。本当にかわいい。玉のような男の子で。玉のような。うめ、ん、つって。マーサ、あなた。パパス、よくやったな。おうおう、このように元気になりて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。よし、浮かんだぞ。トンヌラというのはどうだろうか。まあ素敵な名前、勇ましくて賢そうで。そうか、トンヌラって名前ダメだろ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしててください。三日月さん、懐かしいでしょ。でもね、私も考えていたのです。ワドというのはどうかしら。ワドか、どうもパッとしない名だな。しかしお前が気に入ってるならその名前にしよう。マーサが名前つけてくれたんだね。今日からお前はワドだ。あなたらオンギャーオンギャーだね。わあ、いいな音楽ね。パッとしない名前はちょっとディスだよね。天空お城だからね。天空シリーズ2作目、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁ですね。はい、ワド2、風船ありがとうございます。いつもありがとう、ニコ。頑張ります。ではね、今日の目標は、キラーパンサー仲間にするところからいきましょう。おう、ワド、目が覚めたようだな。何？夢を見た？赤ん坊の時の夢、どっかのお城みたいだっただと？わーはー、寝ぼけてるな。眠気覚ましに外でも行って、風に当たってきたらどうだ？と。父さんはここにいるから気をつけていくんだぞ。過保護。需要ないかな。結構面白くないですか。カバチさんいらっしゃい。よろしくお願いします。薬草手に入れた。全部調べよう。もう樽を覗き込んだ。何もない。壁にぶつかる音がたまんないですね。薬草ゲート、何もない。いいね。ここで音楽流れるっていう演出がいいですね。いいね。この海から始まるっていうのがいいよ。じゃあ話してみましょう。どうした坊や、船長に言うならそこの船室にいるぜ。小さなメダル全部集めたいな。ドラクエ5ってあれあったっけ、カジノあったっけ。多分カジノでだいぶ手こずるだろうな。カジノでだいぶ手こずる。
うすぐビスタ港だと言っても何もない小さい港なんだよ。あんたら親子のためだけにあんな港に寄っていくなんて船長の人がいいよな。すいません、なんか僕の父さんのせいですいません。父さんディスられたんだけど、子供にさこういうこと言うのは良くないよね。このおいつ、もうすぐビスタ港だと言っても小さい港なんだよ。あんたら親子のためだけにあんな港に行くなんて寄って行くなんて船長も人がいいよな。こいつ嫌なやつだな、こいつ嫌なやつだな。船長は俺じゃないよ、船長は俺じゃない。スーファミ版のドラクエ3も面白い名作って言われてるよね。あいつ嫌なやつだよ。言っていいことと悪いことがあるだろ。坊やの父さんは何かを探して世界中を旅してるんだってな。それが何だか知らないけど早く見つかるといいな。こいついいやつだな。しかしこんな小さな子を母親がいなくて男で一つで育てたなんて坊やの父さん偉いな。こいついいやつだな。あのなんか運転してたやつダメだ、あいつ人としてダメ人として最低だわあいつ。そう思わない？お父さんのディスとかを他人がするのは良くない。あいつにメラゾーマをぶちかましたいな。船員じゃないよ、旅人。だからこの船長に船を案内してもらってるんだから。いやキャラの喋りは俺は読んだ方がみんなに伝わりやすいかなと思って、ラジオ配信やってるわけだから、あの俺の放送ロムってる人も楽しんでもらいたいからさ。俺が読めばさみんなも楽しめるし、画面見なくて済むし。ここに何かあるぜ。特に何も見つからない、特に何も見つからない。ガオ、泣かなかったな。偉いぞ坊主、こいついいやつだ。坊やはお父さんと二人で旅をしてるんだってね。これが船長だ。私がこの船の船長だ。坊やのお父さんには昔よく世話になったものだ。坊やの父さんの言うことをよく、坊や父さんの言うことをよく聞いて立派な人になるんだよ。いいやつだな。あの甲板にいたなんか、あいつ教育しろ。あいつはよくね、こいつろくでもねえんだよ。こいつもうすぐビスタ港だと言っても何もない小さな港なんだよ。あんたら親子のためだけにあんな港に寄っていくなんて船長も人がいいよな。うるせえゴミクズが。港に着いたぞ、怒りを下ろせ、帆を畳め。この演出好きだな。下に行って父さんを呼んできてあげなさい。イエスサー、イエスサー。主人公が勇者じゃないっていうのもまた設定がオッツだよな。そうか、港に着いたか。村に戻るのはほぼ2年ぶりだ。窓はまだ小さかったから村のことを覚えていまい。確か8歳だよね。6歳の時に家出たんだ。50時間ぐらい取られるかな。暇つぶしだから。生駒ちゃんいらっしゃい、楽しんでいってください。主人公の発言はドラクエはない。主人公は君だよっていう設定だから主人公が喋らないようになってるんだよね。なるほど。
忘れ物はないな。炭素の中も調べたか。はい。じゃあ船長、ずいぶん世話になった。体に気をつけてな。パパスかっこいいよな。パパス強すぎるんだよな、こいつ。パパスはかっこよすぎるよ。50時間そんなかかる。パパスさんじゃないか。無事に帰ってきたんだね。わははは。痩せても枯れてもこのパパス。おい、それとは死ぬものか。アド、父さんはこの人と話があるので、その辺で遊んでいなさい。あまり遠くに行かないように。はーい。これ振りだから。これ遠くに行きなさいっていう振りだから。押すなよ、押すなよ。父さん。遠くに行くな。この子があの時連れてた子か。ずいぶん大きくなったな、坊や。あ、魚がいる、魚がいる。細けえな、魚が泳いでるよ。いいね、いいですね。泥棒だから、シーフだからシーフだから職業シーフ。おばさんいた。2年ほど前だったかね、パパスという人がこの港から旅に出たんだよ。大切なものを探す旅だって言ってたけど、小さな子供を連れたままでどうなったやら。え、坊やがあの時の子で、パパスさんは今の船で帰ってきたんだって。噂をすればなんとやらだね。そうですね、子供シーフだけどね。子供はシーフだから、タンスを勝手にあげるから。よっしゃ、じゃあ行きますよ。言いつけを守らず行きましょう。おい、来いや、この野郎。さあ、スライムです。戦いましょう。ああ、一撃では倒せないね。戦いましょう。強い、強い。パパスが来たよ。戦闘に加わった。ここね、パパス強いから、防御しましょう。2回攻撃、会心の一撃、強すぎ。パパス強いね。3ポイントの経験、3ゴールド。過保護だからね。大丈夫か、ワド。パパスはホイミを唱えた。毎回ホイミだから、ね。おはよう、くるみさん。よろしくお願いします。楽しんでってください。おはよう、くるみさん。パパス強すぎるな。マジックポイント65、レベル27、140。強えな、パパス。2回攻撃っておかしいよな、パパス。あ、パパス2回攻撃と1回攻撃なんだ。会心の一撃多すぎるだろ。パパス強えな。いや、魔物の群れをやっつけた。32ポイント。ワドはレベル2になった。力3ポイント。HP4 ポイント。ほうほう。ほいみ。今ドラクエやってんの？やっぱドラクエは5ですよ。ドラクエは5が鉄板ですよ。11とかやらせたらもうダメですよ。ドラクエは5だってよく言っといてください。パパスさんでは2年も村を出たまま一体どこに。お帰りなさい。おっと、こうしていられない。みんなに知らせなくちゃ。つって。パパスさん帰ってきたぞ。帰ってきたよ。パパスが、パパスとワドが帰ってきたよ。パパスさん、あんた生きてたんだね。おや、その子があの時の大きくなったな、坊や。お、バガマンいらっしゃい。ヒットマンに変わったんだ。いつもアイテムありがとう。ハートありがとうございます。応援ありがとうございます。パパスさん、夜にでもうちの酒場に寄っておくれよ。みんなあんたの旅の話を聞きたがるはずだ。パパスはスルー。よう、パパス、やっと帰ってきたな。あんたとは喧嘩ばかりしてたけど、いなくなると寂しくて。落ち着いたらまた積もる話を聞かせてくれよな。いいやつだね。2年間経ったらいいやつだよ。いやあ、本当にパパスさんだ。どうもお帰りなさい。いい村だな。パパスさん、いない間みんなパパスさんの噂ばかりしてたんですよ。パパス愛されすぎだろ。これはパパス殿、よくご無事で戻られました。きっと神様があなた方親子をお守りしてくれたのでしょう。と、堅苦しいことはやめにしましょう。わーい、パパスさんが帰ってきた。嬉しい、わーいわーい。このシスターかわいいね。出た、山頂。旦那様、お帰りなさいませ。この山頂、旦那様のお戻りをどれほど待ちわびたことか。さあ、ともかく中へ。山頂、いいやつだね。
家守ってたの。ビアンカ来た。ビアンカ、おじさまお帰りなさい。パパス、はてなはてな。この女の子は私の娘だよ、パパス。パパス、いや、隣町に住むダンカンのおかみさんじゃないか。この村にご主人の薬を取りに来たって言うんで寄ってもらったんですよ。ねえ、大人の話って長くなるから上に行かない？いいえ、行きましょうよ。強制かよ。強制かい。ビアンカ強えな。私、ビアンカ、私のこと覚えてる？いいえ。そうよね、あんたまだ小さかったもんね。私は8歳だからあんたよりも2つもお姉さんなのよ。おー、4歳の時にじゃあ連れてかれたのか。今6歳か。ねえ、5本読んであげましょうか。ちょっと待っててね。じゃあ読んであげるね。空に、くせし、ありきしか。これはダメだわ。だって難しい文字が多すぎるんですもの。ビアンカ、そろそろ宿に戻りますよ。はーい、ママ。ママには。あ、ちゃんと本棚に戻す。いい子だ。この剣欲しい。この剣が欲しい。革の帽子。イェーイ。装備しましょう。基本だね。革の帽子装備しました。よし、泥棒活動するぞみんな。薬草、薬草いいね。ワード坊ちゃん、お疲れでしょ。今日お休みになりますか？いいえ。父さんはちょっと出かけるがいい子にしてるんだよ。はい、行ってらっしゃいパパ。息子いい子だよね。よっしゃ、シーフ活動頑張ろうみんなで。力の種あったかな、ここに。力の種、力の種って使った方がいいのかな。力の種使った方がいいのかな。どう思う？主人公に種全振りする。もうすぐ夏だっていうのにこの寒さ何なんだろうねつって。種を使うのどうしようか。袋ってあったっけな。大家知ってるかい。武器や防具は持ってるだけじゃダメなんだぜ。ちゃんと装備して初めて使いこなせるってわけさ。洞窟なので手に入れた時も装備するのを忘れずに。竹の槍買います。装備します。売りに来た。ヒノキの棒売ります。7ゴールド。ちょっと待って、買う時はヒノキの棒は10ゴールドだから7割で買い取ってくれるんだ。結構良心的な店だね。ヒノキの棒7割で買い取ってくれる。すごいね。パパスさんは一体何のために何を探すために出て行ったんだろうね。さあ。うわ、タンス泥棒。薬草。薬草なんかある。道具。薬草が3個。力の種どうしようかみんな。使う？力の種なんか取っておきたいな。袋の概念あったかな。袋の概念あったかな。坊やがお父さんとこの村に住み始めた時まだ赤ちゃんだったのに。月が経つのは早いものね。パパス殿は村に来る前は何をやっとったんだろうな。あまり言いたからないが、わしは思うにパパス殿はただ者ではないはずじゃ。息子は泥棒です。パパさんの息子だね。5年ぐらい前だったかな。なかなかの働き者で、たちまち村の人気も。5年前に来たんだ。酒を飲むか。かわいいお客さんが来たぞ。ここは酒場。坊やにはちょっと早すぎるな。薬を取りに行ってくれた人がまだ戻ってこないのよ。本当は誰か探しに行ってもらいたいけども、あんたの父さんのパフスも忙しそうだしね。誰か洞窟の奥まで様子を見に行ってくれる人がいないものかね。私の住んでる町はここから西に行ったアルパカ。
あなたが小さい頃、お父さんに連れられてよく私の家に来てくれたのよ。アルパカなんだ。こう寒くちゃ作物が育たないよ。困ったことだわい。質問大丈夫だよ。全然いいよ。普通の枠ですから。ただゲームをやってるだけですので、どんどん質問してください。どんどん質問して結構ですよ。雑談配信大歓迎です。久々、翻訳者決めたの？いや、よくわかんねえ。ま、あ、いやいや、今始まったばっかり。でも俺はビアンカかな。フローラでやるよ今回。俺はずっとビアンカ派だから、鉄板の。マストンさんいらっしゃい。楽しんでってね。困った困った。親方が薬を取りに多分戻らないんだ。多分この村の洞窟に入ってくる。え、だってさ、ビアンカでしょ、どう考えても。ていうか、その奥に行きてんだよ、俺は。通せ。通せ、通せ。違う、なんで行きたいんだよ。そのタンス開けたいんだよ、俺。こいつうぜ。も、ああ、タンスに行きてんだよ、俺。タンス開けさせろ。つかすちゃん、おはようございます。ビアンカ、フローラ、デボラ。いや、デボラはないですよ。デボラはスーファミ版からなんかから実装された。クソ、開けらんね。向こうに行かせろ。どけ。クソ。おはよう。楽しんでってね。このドラクエ11が暑い時に5をやるっていう反面教師。あ、入れないんだ。薬のおじさん助けたからなんだ。ありがとう、花咲レディーさん。ゆっくりまったりやりましょうね。俺はだからビアンカ派ですね。教会の中に入ってお祈りすれば。じゃあ記録しましょうか。はぐれメタルの剣取れるの？あれでしょ？なんだっけ？メタルキングじゃなかったかな。坊やの、カジノだよね、多分。坊やのお母さん、坊やが小さい頃、亡くなりになった。おはよう、キキさん。楽しんでってね。あんなに強くてたくましいお父様がいるんだもん。え、序盤に取れんの？どうやって取れんの？池都市、池る子は皆神の子の教会にお祈りしまーす。1番に。序盤に取れるの？はぐれメタルの。マジで？ TK 忍者さん、おはよう。楽しんでってください。今日の目標は、プックル、ゲレゲレ、プックル。あいつらを仲間にします。犬を。いや、ビアンカでしょ、どう考えても。TK 忍者さん、いつもありがとうございます。風船ありがとう。頑張ります。ここはサンタローズの村。西に行くとアルパカの町があるのよ。ありがとう。アイテムありがとう。やっぱりかーって言ってます。あ、じゃあ息子もドラクエ5やってるんだね。ご子息も。一緒にやろうぜ。ビアンカの町で上の方にある宝。え、本当に言ってる？本当に言ってる？マサトンさん、検証するよ、それ。勇者ヨシヒコ。歩いてる、小さくて可愛い。可愛いでしょ？勇者ヨシヒコのモデルはこれだからね。おや、この先は洞窟だ。迷子になったもおじさん知らないぞ。薬草が何個あるかな？薬草が3個ある。力の種どうする？使う？じゃあ、力の種を取っとく人は手下げ。食べる人は手上げで。どうしよう。え、普通なら開かない。え、ちょっと教えて、それ、マストン。後で。それ取りに行くわ。本当に言ってる？はぐれメタルの剣なんかないでしょ。私はレベル上げるぜ。そんなのあったっけ？プレステと D、これスーファミだからね、ちなみに。俺がやってるの。お、薬草手に入った。ドラクエ4しかやったことないけど、ドラクエ11って全然違う？全然違う。これ特に今やってるのは5だね。そのドラクエ4の次のやつです。続きです。やっぱ竹の槍か正解だったな。まあ、もしよかったら参考にしてみてください。ドラクエ5。面白いっすよ。ゲーム配信者になった。クンニマンさんいらっしゃい。楽しんでてください。これスーファミ。え、はぐれメタルの剣。手に入る裏技なんかあったっけ？初めて聞いたな。やべえな。お、会心の一撃。いいね。レベル上げるぜ。とりあえず、ホイミを覚えたらこのゲームは勝ちだよ。ファイブは名作ですね。スーパーファミコンですよ、これ。ファイブは名作です。今日は、キラーパンサー仲間にします。やべえな。強いぜ。
レベル上がんねえな。ヒロのばあさんいらっしゃる。パパスの船がここにある。カジノの裏技もあるね。モンスターいびきかいてる。ちょっとレベル上げてから次のダンジョン行かないと無理だな。これやられるな。14しかない。大きい槌がいるから会心の一撃でやられちゃうから、ここでレベル上げる。レベル上げます。やべえな。スライムレース荒かすぎ。スライムレースだっけ。ルーレットは6か。はぐれメタルの剣教えて。マジでやべ。フォローありがとう。フォローありがとうございます。やべえな、死ぬぞこれ。やべやばい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 。ギリギリレベル上がったろ。よし、いいね。これで、おーいいね、薬草手に入った。安心だ。薬草道具、薬草使います。よし、次のエリアに行きましょう。ふんふん。ドラキー、ドラキー来たな。逆につまんだなった、ね、でもハグレメタルの剣欲しいね。おはようございます。ゲーム配信昨日から始めて、ドラクエ5が人気なので、ドラクエ5 1日1時間ぐらいやりますよ。ブッチョ船長、ブッチョ社長さん、おはようございます。よろしくお願いします。ドラキーが強すぎるんだけど。よし、お金いくらになったかな。強すぎる。38。ブーメラン買ったらもうチートだからな。メタルキングだよね多分。おい、水虫アグミになっちゃいい。今ね、始めてる。1日1時間ぐらいを目安になろうかな。やっぱね、いろんなね、ファンを手に入れていきたいわけじゃん。ドラクエ5もやらないとね。かわいいな。50ゴールド、でかい。やべえな、死ぬな。薬草使わないと。やばいやばい。ブーメラン最強だよね。ブーメランあった瞬間もう序盤は余裕だよ。ブーメラン買おう、お金貯めよう。道具、薬草。え、袋の概念なかったっけ。道具持てないじゃん。力の種使わないといけないのかな。袋ってなかったっけ。5袋システム。本社いびきかいてる。危険入るな。あったっけ？袋がないんだよね。袋ないのかな？スーファミ版は。お、宝箱発見。いいね、革の盾。装備、竹の槍、布の服、革の盾、革の帽子、完璧。いいね。装備は基本だからね。装備するの。セミモグラ。もう一レベル上がったらホイミ覚えるんだよな。いいね。
棒上がるっしょ。棍棒じゃなくて今竹の槍にした。ヒノキの棒は売った。多分ね、竹の槍でこのダンジョンは余裕でクリアできる仕様だったと思う。あれ、レベル上がんねえな。なかなか上がらんねえ。いけるかな。そろそろ上がるっしょ、レベル。エミュレーターじゃないよ。スーファミ実機です。僕の持ってるスーファミです。コントローラーあるじゃん。キャプチャーってやつですね、要は。大木槌、来た。痛恨でやられる可能性あったね。レベル上がんねえな。回復しとくか。いたいた。グーグー。はいはい、かん。動けないのでいつの間にか眠ってしまったらしい。歩いていたら突然上から大きな岩が落ちてきて、どうや悪いがこの岩をちょっと押してくれるか。もう少し動かすそうなんだ。複雑骨折でしょ。ブランカンじゃないよ。モニターパソコンにつないでるよ。まさか。セミモグラには負けなくなった。やった、来た。レベル4です。ありがとうございます。レベル4です。いい音。意味の呪文を覚えました。助かった。ありがとう、坊や。これでダンカンのおかみさんに薬を渡せるってもんだ。もっとこうしていられない。潜ってこの薬を照合しなくちゃな。石田、石田。ドラクエ8 300円。へえ、安いね。トレボーズって自爆するっけ。達也さんいらっしゃい。楽しんでってください。スライムがいる。スライムだ。いじめないで、僕悪いスライムじゃないよ。そうだ、いいことを教えてあげる。いろんなところを調べるとき青ボタン使うと便利だよ。知ってるわ。スライムじゃない。ブーメラン欲しいな。スーファミまだ動くからすごいよね。何年前のゲームだよこれ。まだ動くんだもんね。カセットもハードもソフトもまだ動くってさ、日本の製品すごすぎるよね。本当は壊れなくて作ることなんかできるんだもん。すげえよ日本の商品。お、お金どれくらい貯まったかな。159ゴールド。まだまだする。ビアンカはムチが使えるんだっけ。お、配信。ドラクエ面白いな。何歳の時だったかな。小学生かな。小学生、低学年だった記憶がある。旅人の服装備、竹の槍、旅人の服。お、3上がるね。いいね、旅人の服手に入った。多分小学3年生とか4年生だと思う。
おい、松葉くずしさん、おはよう。アイテムありがとう。バトツです。アイテムありがとう、頑張ります。ありがとうございます、ご支援。お金稼ぎは後でやろうか。とりあえずブーメラン手に入れたいな。そう、別にやり直した。もうすぐ、まあ昨日のところに行くよ。もうちょい待って。今日の目標は、ゲルゲルを仲間にするところで終わりです。ジョーカーさんおはよう。もしよかったら初見さんフォローしていってください。よろしくお願いします。いいね。道具。あ、呪文でいいか。ホイミ。え、マジポイントない。道具。目薬さして目が疲れるわ。目が疲れるわ。目薬さします。目薬さします。のとはもう飯食って解散したけど、あ、効くぜこれ。スライム目薬です。ちょっと強すぎるなこの目薬。まつげの伸びが遅いこと和道さんから学びました。あ、そう、眉毛の方がね伸びるの遅い、ヒゲの方が早い。やっぱ剃ってるからだろうね、普段から。はい、続けます。戻るだけなんで余裕です。キラーパンサーってさ、スタメン貼れたっけ？キラーパンサー育てる価値あったっけな？モンスター仲間にできるよね。とりあえずスラリンはスタメン貼らすよ。ピエールが強いんだっけな。仲間モンスターでおすすめいる？ボケボール。モンスターを仲間にできるっていう画期的なシステムあるからね。入れねえのかよ。どけよお前。
明日の朝にはできるかも。ちょっと入りたいんだよ。くっそ入れねえわ。あのタンスめちゃめちゃ気になるわ。あ、そうだ、道具売ろう。クリーム来た。布の服22ゴールドか。結構いい値段で買ってくれるんだよな。良心的な店だよ。休んだと。あ、起きてたかワド。薬が手に入ったので、おかみさんとビアンカは今日帰ってしまうらしい。しかし女二人では何かと危ない。二人はアルカまで送っていこうと思うのだが、お前もついてくるか。はい、もしそうと決まったら早速出かけることにしよう。よし行こう。旦那様どうかお気をつけて行ってらっしゃいませ。パパさんお出かけですか。ババアとビアンカを届けに行くぞ。メラリザードが強すぎるだろ。強っ、パパス。パパス強っ。アルパカの町はでかいね。めちゃめちゃいい宿だ。めちゃめちゃ経営うまくいってるな。おはよう、ともやんさん。やってるやってる。楽しんでってね。今日もよろしくです。主人が病気あるので。おはようございます、生産生産。おはよう。早く旦那さんに元気になってもらわなきゃ。少し退屈はその辺散歩してきてもいいぞ。私の父さん病気なのよ。私も散歩に行くって。散歩するぞ。昔々レヌール城にはたくましい王と美しい王妃が住んでました。しかし二人には子供ができず、いつしか王家も途絶え、お城には誰もいなくなったのでした。ところがそのレヌール城から夜な夜なすすり泣く声が聞こえるというと、お話はここまで。どうだい坊や、怖かったろう。はい、レヌール城には近づくな。そう、スーファミ、スーファミでーす。ビアンカの方が弱いな。ビアンカ若干弱い。よし、ビアンカの家を荒らそう。シーフカツオ、シーフカツオ。守りの盾、いいね。キメラの翼。おはよう、ドラクエ5です。おはようございます。バーガーありがとう、マルさん。いつもありがとうね。アイテム頑張ります。アイテムありがとう。っていうかいい宿屋だな。めちゃめちゃ経営うまくいってるよ。いや、なんかテラス付きだぜ。すごくない？なんかめちゃめちゃでかい宿屋だよ。中庭もあるんだよ、池と。この宿屋いいよな。成功者だよ、ビアンカ。ボンボンだよ。そっか、ビアンカの家って宿屋だったか。思い出してなかったな。あ、何やだ、武器屋だ。また来たな、悪ガキめ。どうやったらいつも違うな。とにかく仕事の邪魔だ、出てってくれ。なんだよ、八つ当たりかよ。デスライブナイトね、やる。道具屋、何買おうかな。キメラの翼、毒筆装が確か必要だったから買っとくか。毒筆装ビアンカに1個とまとめて買えないんだね。主人公に1個ずつ持たせておくか。あと何か、ヘアバンド、
匂い袋。ビアンカは何もあげない。俺は女に金を使わないタイプの男だから、いなくなる女には貢がない木の帽子、何も貢がないでいこう。よし、ビアンカ、てめえは何もない、てめえには何も買ってやらん。ここはアルパカの町、北に行くとレヌール城がある。彼女を連れてお酒を飲みに来たかしら。でも可愛い彼女ね、大きくなったらきっと美人になるわよ。なんかね、裏技でメタルキングの剣がすぐ手に入るっていうんだけど、え、そんなのあったっけ。メタルキングの剣って手に入るっけ。あゆちゃんみんさん、おはようございます。よろしくお願いします。序盤でメタルキングの剣が手に入る裏技があるって言ってんだけど、本当かな。パパスレベル27顔じゃないよね。修羅場をくぐりすぎてるよね。ブッキーはブーメランの値段見ます。ブーメランをよこせ、ブーメランよこせ。ブーメラン420円、これを買おう。420円だって。とにかくモンスター必ず仲間になる。あ、それは知ってる。ただね、メタルキングは知らないんだよね。なんだこっち、みんな犬、うちの子ったら子猫がなんか拾ってきて。おはよう男さん、ハートいつもありがとう。頑張ります、ありがとうございます。もし出てきなさいって言ってもちっとも聞かないし、困ったものだわ。あ、悪ガキ、なんだ猫、こっちみんな、ガルルガルル。変わった猫だろ、変な声で鳴くから面白いぜ。ほらもっと鳴け。やめなさいよ、かわいそうでしょ。その子を渡しなさい。おい、この猫を渡せってどうする。そうだな、いじめるのも飽きてきたし、欲しいならあげてもいいけどさ。そうだ、レヌール城のお化けを退治してきたらな。それいいや、レニュール城のお化け退治と交換だな。おーし、猫ガルめっちゃいじめる。ていうかさ、キラーパンサーをこの2人倒せるわけでしょ。この2人めちゃめちゃ強くない。キラーパンサーって結構強いんだよ。ベビーパンサーか、ベビーパンサー倒せるんだよこの2人。メタルキング初めて聞くよね。すげえよなこの2人、レベル高すぎるだろ。フラグが立ったな。プックルかボロンゴもありだと思うけど、ゲレゲレかな。ダンカンの武器はどうやらただの風らしい。サンタローズの村に帰るとしよう。帰るんだ。パパスさん、パパスさん、このまま帰るなんてとんでもない。せめて今日だけでも泊まってくださいな。それではお言葉に甘えるとするか。ああ、よかった、こちらへどうぞ。このおかみとパパスできてるな。これできてるわ。これ。できてるでしょ。あ、スイートルーム案内された。一番いい部屋だ。名前チロルいいね。じゃあパパスさんどうぞごゆっくり。ゲレゲレが一番ないよね。明日は早く出るぞ。村のみんなが待っているからな。今日はもう眠ることにしよう。おやすみはどう。おやすみ。ワド起きて、ワド悪い子だ。起きたわね、ワド。じゃあ早く行きましょう。どこへって、もちろんレヌール城へよ。お化け屋敷、お化け退場してあの子を助けなくちゃ。レヌール城はずっとこの町からずっと北にあるそうだわ。さあ行きましょう。さあ行くか。なんかババアがいる。ババアじゃん、銀融主人か。昔々、ああ、こいつね。行くんだよ今から。道具は薬草、守りの種、毒キス、キメラの翼、力の種。薬草もうちょい買っとくか。主人公に使うか。道具、守りの種使います。ワドの身の守りが4上がった、結構強い。全部じゃあ主人公に使います。種は力の種使う。ワドの力が2上がった。あざっす。
ここでセーブしとこうかな。酒場に寄ろうね。悪い子だから。これ、子供がこんな夜遅くまで遊んじゃいけないよ。おお、小さいのに酒場に来るとはなかなかやるの。わしの小さい頃思い出すようじゃ。解雇中。いらっしゃい、ミルクがいいかしら。なんてね、大人になったから来なさい。こいつら、あれだな、ろくでもねえな。女連れだからね、ませすぎてるよね。あ、道具買えるのかな？ラッキー。防具屋か。なんで防具屋深夜にやってんだよ。防具屋だけ深夜にやってるってどういうことだよね。結婚はビアンカ派だけど、でその時に考えるわ。とりあえず記録をして。こいつダメだろ、こいつ寝て。己怪物めっつって。ろくでもねえな。でもさ、ゲレゲレ可愛がってるよね、こいつ。ちゃんと家の中で育ててんだけど、どう思う？ねえ、ちゃんと家の中で育ててんだ、あいつ。なんだかんだ可愛がってるよね。 なんだかんだ懐いてるかな。あー、なんかビアンカ、なんかすごいよね。と言って村に帰るっていうね。うわ、やばい。 これはやばい。全滅するかも。まずホイミスライム行くか。やばいやばいやばいって、やばいって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 やばいやばいやばい、死ぬ。ちょっと、どうしよう。ちょっと待って。 大量ゲレゲレ来たんだけど、強すぎるだろ、ゲレゲレ。毒消しそう。あ、やべえ。やばい。ビアンカごめん、死んでくれ。ビアンカ死ぬな。あ、やばい。あ、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。やばいって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 、やばいって。俺は逃げん。俺は逃げん。あ、やばいな、これ。防御。あ、防御しちゃった。間違えた、間違えた、間違えた。間違えて、やばい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 。やばい、どうしよう。呪文、ホイミ。勝てるかな？やばいよ、これ。これやばいって。これやばいって。それ死ね。やばい、やばい、やばい、やばい。いや、俺は逃げない。俺は逃げない。とりあえず、ビアンカは死んだわ。やば、強。やばい、やばい、やばい。あ、勝てるか。やばい、ビアンカ死んだ。いけるな、ギリギリいったな。いや、ビアンカ死んだわ。やべえ、不用意に出るもんじゃねえな。まあ、それはレベル上がるわな。やばかった、今の。やば。道具。あ、ビアンカ生き返ってる。薬草を使う。やば、危な。道具。使う。戻ろう。不用意に出るもんじゃねえわ。これはいけるな。金を貯めるか。もうちょい頑張ろう。もう一回スリルを味わいたいから、もう一回ちょっとこの辺戦うわ。俺スリラーだから、ちょっとこの辺でもう一回戦いたいね。スリルを味わおう。きたー！これ、これいけるか？とりあえずどれから行こう。どっから行こうかな。お化けネズミ、防御。これやっちゃったかもしんねえな。やばい、やばい、やばい。あ、やばいな、これ。これやばいな。あたか、お化けネズミ、防御。やばいな。あ、これやばい。負けた。あ、これやばい。逃げまーす。
お化けネズミ強すぎるね。ちょっと待って、道具、キメラの翼使う。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。よし、今日は寝よう。こんな死ぬわ、こんな。こんなあかん、あかん、あかん。今日はここまで。あかんって、こんなの。やばかったな。やばかったわ。風邪ひいた？ハクション、ハクション。頭が痛い。風邪うつった。なるほど。そういう感じなんだ。とりあえずアイテム買います。道具、強さ。まだ買えねえな。とりあえず、どうしよっかな。ちょっと効率悪くなるけど、銅の剣買うわ。銅の剣を買います。銅の剣を買って、あそこでお金貯めできるようにしよう。銅の剣買います。買いに来た。銅の剣。38個を買おう。銅の剣。で、売ります。竹の槍売ります。装備大事。とりあえず銅の剣であそこでお金稼ごう。で、まず道具で薬草買います。買いに来た。薬草買いに来た。薬草買いに来た。薬草買いに来た。キメラの翼ね、最後に。もうこれがお金すっからかんです。よし、寝よう。お化けネズミ強すぎるね。やばいね。帰れない、帰れないフラグだね、あれ。自力では帰れないフラグだ。攻めよう。こんなに強いとは。あれ？どうやって寝るんだっけ？寝たいよ。どうやって寝るんだ？このババアか。寝るぞ。どうやって寝んの？アビアンカかな。よし。とりあえずブーメランを買う。俺はブーメランが欲しい。やっぱブーメランでしょ、ドラクエ5は。ブーメランを買うんだよ、俺は。危なかった。よっしゃ。やっぱりね、攻めですよ。やっぱここ俺気に入った。あ、いけるいける。これはいける。強いエリアだけど、組長いいとき絶対勝てる。防御。いけるいけるいける。あ、寝た。え、やば。寝た。寝やがった。起きろ。目覚ました。危ねえな。よし、よし、いくら入る。お、ビアンカレベル上がった。力に守り、いいね。とりあえず道具渡す。ビアンカ道具渡す。ビアンカ2つくらい渡しておこうか。呪文ホイにビアンカ。よし、ホイヤー。強いやつ、ホイヤー。強いやつと戦いたいんだよ俺は。やばい、この野郎。あ、微妙。いけるかな。ホイミスライムからいきます。やばい、ホイにした。うっぜえ、うっぜえ、うっぜえな。うめえな、これ。こんな強いの？やばくない？ちょっと待って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 、ちょっと待って。やばいやばいやばい、無理無理無理。ちょっとどうするどうするどうする。やばいって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 。フルボッコじゃん。どうする？
やばい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 ってやばい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 って、とりあえずホイミスライム倒さないと。え、ちょ攻めすぎた俺、やばい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 、フルボッコなんだけど。攻めるよ俺、頼む頼む先生先生先生、早く早く早く、いけいけ、うわ倒せね倒せね、どうしようどうしようどうしよう、攻めるか。でここで道具で薬草を使おう。頼む、あー回復された、うわやばい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 、どうしよう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 、え死ぬ死ぬ死ぬ、ビアンカ頼むよ。えどうしよう、あやばい間違えた間違えた、死んじゃう、え頼む頼む頼む、えどうしようどうしようどうしよう、えどうしよう、戦う道具薬草をビアンカ頼むよ。あビアンカ死んだ、あやばいやばい、あやっと一人減った、いけるかな、やばいぞこれ、ベリー、えどうしよう、えどうしよう、とりあえずホイミいけるかこれ、いけるかな、とりあえずホイミスライム倒そう、いけるかな、頼むよホイミ、これで倒せ、いけ、やったやった、いった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 、やったやった、これで道具薬草、これ分かったろ、よしいったいったいった、あぶねえ攻めすぎだろ、これいけるこれいける、もう一撃で倒せるから、だったらベビーパンサーからいけばよかったな、なんだ間違えたぞ、ホイミスライムこんな強いのかよ、やばやべえマジで、あぶやばいやばいやばい、また死にかけたよ、戻ります、呪文ホイミできないから戻ります、撤退です、撤退します、はい今日の冒険いやお金いくら貯まった、お金は72ゴールド、あぶねえあぶねえマジでマジで危ねえ、超スリリングなんだけど、これこのドラクエ超スリリングだわ、あー冒険しすぎだわ、やばよしか、なんか買う、薬草買うか、とりあえずブーメラン欲しいためになんか命をかけてる感じがいいよね、ブーメランそんな欲しいのかよっていう、買いに来た薬草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 、もう一回、あぶねえ、レベルがもうちょい上がればね、でもさっきの効率悪いからもっと弱いところでお金稼ごうか、こんな一回一回こんなスリリングなことやってたら死んじゃうよ、うん、デジタルかどうか分かんないっすね、分かんないっすゲストさん、よく分かんないっす、デジタルなのかな、分かんない、スーファミつなげてるの、あぶねえ、この辺でやろう、あー余裕余裕、この辺弱すぎない、やっぱダメだ、スリルを求めちゃうわ、ごめんみんな、こんな弱いやつら戦いたくねえわ俺、こんな弱いのだダメだよ、あのスリルスリリングなところ行くわ、ダメだ俺スリルスリルが大好きだから、ここでやっぱこっち側がいいわ、スリルを求めちゃうわ、何なんだろう、こっち側がいいわ、メラリザードか、勝てるかな、防御メラメラ、あぶ強い、防御メラ強えな、よし、やべやべ、よし、やっぱこっちの方がスリリングで面白いな、よし
あ、メラ覚えた。メラ覚えた。メラリザード倒してメラ覚えるってなんかいいな。いいね、なんか。いいね。これ、ビアンカ、マルチポイント4。メラ一発使えるから、やってみよう。金がたまるぜ。お、これはいける。強っ強っ。いいねいいね。金たまるよ。これはいいよ、これはいいよ。ビアンカメラ覚えた瞬間クッソ強くなったわ。いいよメラ。ビアンカやっぱメラだよ。いいね。来いよ来いよこの野郎。いけるいける。マヌーサやべえ。あ、はアホイミかよ。ふざけんなこいつ。マジフルボッコだ。あなたはまでうろうろした方がいいの。オッケー、サンキュー。お、レベル上がった。なんか覚えるかな。 HP7 でかい。キアリーか。ビアンカ4。いいね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 。この辺じゃあうろうろしようか。ほうほうほう。オオネズミ。攻撃強くなりすぎてしまったな。弱い弱いな。いいね。金貯めよう。あ、ここ弱いエリアだ。こっち側のスリリングの方行こう。スリリングの方。スリラーだから。金103か。全然金貯まんねえな。あ、やば。寝ちゃった。寝ちゃったよ。寝るな、よく寝るな。ワゴン。やべ、死ぬぞ。帰るか。一旦帰ります。よし、羽をブーメラン欲しいな。早くブーメラン欲しいね。ブーメラン手に入ったらもうチートだかんね。余裕でクリアできるよ。よし、寝よう。寝るのは金かかんないんだ。回復する一番の。そうもいいかな。16か。いけるいける。ブーメランめちゃめちゃ強いよ。もうすぐ帰るからちょっと待ってて。アドリブーメランはもう感動するから。チートになるから。
多分この戦闘でお金貯まるから、次で買える、次のやつで買える。もうブーメランは無双だから もうね、中盤まで使える武器ですよ。最強武器ブーメラン。早くブーメラン買っちゃおう。むしろブーメランを買わないと話、このゲームはブーメランゲーだから。ドラクエは。ドラクエはブーメランに始まり、ブーメランに終わると言われてるぐらい、素晴らしいアイテムですから。ブーメラン行こう。よし、金稼ぐぞ、働くぞ。金を稼ごう。この辺まで行けるから、俺。よし、ゴミども。攻撃、呪文メラ。余裕ですよ。コンビネーションが使えるぐらい強くなってる。ファミですよ。山津さんいらっしゃい。楽しんでってください。お、ビアンカいいね。いいよ。お、マヌーサ覚えた。まあ、メラしか使わないけどね。ビアンカ23まだいけるな。この辺で金貯めるぞ。ちょっとやばい。まあいけるな、余裕だね。ビアンカ素早くさ高いな。金がどんどん貯まるね。余裕。やばい。これはやばい。これやばいな。マヌーサ行くか。マヌーサ使います。お化けネズミに。いいね。マヌーサ成功。当たってんじゃん今。よし、いいぞ。よし、メラ行こう。いいね、これいける。これ勝ったわ。いいね、太郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。勝ったね。おー、強くなったね。マヌーサ使えるね。おー、たんまり入った。ブーメラン買えんじゃないの。あ、ブーメラン買える。よし、戻るぞ。ブーメラン買える。やった、成功です。あれ、大丈夫かこれ。戦う？これギリギリでしょ。攻めるか。戦います。マットプラントを倒して。いや、これやべえな。道具、まさかここで追い込まれるとは。やばい、絶対絶命でしょ。やばい、逃げます。危ねえ。せっかくのブーメランだったのに。危なかったね、今。ギリギリだったよね。超危なかった、今。俺はスリラーだから、どうせならイバラのムチも買っちゃおう。ちょっと待って、戻るわ。イバラのムチとブーメランだわ。もう最強装備にするわ。もうちょっと攻めるわ。俺はギリギリをやっぱ味わう男だから。ドラクエはね、死ぬか生きるかのギリギリで戦うの。これは無理。あ、やばい。フルボッコ。逃げ。やばいって。お金半分になっちゃった。
お金半分になった？うーわ、最悪。うわ、最悪。お金半分になった。最悪。最悪。もう一回、ちょっと金稼ぎます。死んだわ。初デッドです。やっぱ、欲書いたらダメなのかな？いや、もう死なないでしょ。あいつ、強えな。あの量はずるいよな。防具は最弱、ノーマル装備。夜勤明け、おはよう、ヒカルさん。お金半分きついね。おビアンカ強くなった、いいね。癒されてください、ドラクエの音楽で。うん、あ、いけるか。まあ大丈夫だ。いけるいける。スーファミです。スーファミです。やばいやばいやばいや。よし。ギラって覚えたっけな。バギー覚えるんだっけな。ビアンカは魔法使いだから早いのか、動きが早いんだ。コンボが決まらない。やべ、やば、お返し。やべえな、なんか作戦がうまくいってねえな。せっかくブーメラン手に入ったのに、ちょっとミスったな、戦略ミスったな。負けたのが痛かった。あそこで帰ってブーメラン手に入れとくべきだったな。ごめん、アグリン、もう一戦やんないとダメだわ、うん、このゲームはブーメランに始まり、ヒノキの棒の非装備で終わる、うん、そうだね、 MP 回復だね。もう道具買わなくてもいいぐらいに、キアリーも覚えたし、コイミも覚えたし、変えるか。まだ変えないか。うん、これで変えるのは確定だね。これで変える。まずはもうこれで買おう。レベル上げ懐かしいな。ブーメラン手に入った瞬間もうクソゲーに変わるからね。
ブーメランはちょっと高級品で全体攻撃なんですよ、ブーメランは。ただもう薙ぎ払える、どんなに敵がいてももう無双できるから、2ターンで終わるから、2ターンで全てが終わる。よく寝るな。よく寝るわ、ワドは。よく寝る子だわ。はい、ワド2、ドグザメージにいらっしゃい。楽しんでってください。いらっしゃい。うん、なかなかいいメンツだな。どうしようかな。ホイミスライムからやる。ああ、違うな。こいつ、マットプラントからいくか。首長いたち、あ、回収の次出なくなるんだ。当たったらダメージ落ちてる。あ、そうなんだよね、後半になるにつれて落ちてくるんだよね。ホイスライムうぜえな、強えな。あれ失敗した。よし、あとは殴ればね。あー、わかる、眠くなるよね。わかる、すげえ眠くなるよ。これでいけるかな。もうちょい、もうちょいか。ちなみにこれやっちゃいけない、弱いのに絶対全滅すると言われてるエリアに踏み込んでるからね、俺。だからちょっとあんまりおすすめじゃないやり方だと思います。もうだいぶ安定してきたね。もういけるっしょ。ギラ覚えるかな。ルカなんか、まあ、ボス戦に使える呪文覚えたね。ボス戦に使えます。だいぶ強くなったな。呪文まだいっか。強くなったな、だいぶ強くなったな。うわ、来た。これはマヌーさん。よし、いいね、お化けネズミ5体
勝ったよ。いいね、いいね。もう無双ですよ。あ、いけるいける。よし、ブーメラン買います。ブーメラン買います。ブーメラン買おう。できればね、イバラのムチも買いたいけどね。あれ、ブーメランってもしかして手に入ったっけ。ブーメランって手に入ったっけ、お化け屋敷で。あれ、なんか嫌な記憶が蘇ってきたんだけど、ブーメランって手に入らなかったっけ、お化け屋敷で。そういえば、あ、珍しいね、アグリンね。あれ、ブーメラン手に入ったかもしんねえ、もしかして無料で。イバラのムチだったかな。俺もしかしたらアホなことやってるかもしんないわ。アホなことやってる、もしかして。やばいかも、ヤバタンかもしんない。買いに来た。ブーメラン買います。いいね、ブーメランいいね。装備で、売ります。銅の剣を売ります。202ゴールド、これで243。イバラのムチ買えるかな。あ、イバラのムチは買えないか。どうしよっかな。イバラのムチ買わないでおくか。あ、そっか、道中つらいか。じゃ、防御力を上げます。防御力を上げます。何にしよう、ヘアバンドとかいらねえかな。防具屋、木の帽子、鱗の盾、3上がるんだ。革のドレス、革の鎧4上がる。180円に4上がる。木の帽子は120円に4上がるんで、これ買います。よし、木の帽子装備しました。で、売ります。革の帽子売ります。買えるのあるかな。買いに来た。買えるのないか。これでいきます。じゃあ、セーブします。次の冒険楽しみだね。よし、行こう。いや、結構時間かかるな、最初のボス倒すまで。まだ最初のボスが ここで出るボスなんですけど、まだボスにも会ってもいないですね。ビアンカに、いや、俺は女に見つかないタイプなんですよ。あの、女に、いなくなる女、去る女には見つかないタイプなんで、僕は一切フルノーマルでビアンカは行こうと思います。むしろ、あの、パーティーから外れる時は追い剥ごうと思ってるぐらいですね、僕は。彼女には何も託しません。あの、本人が強くなるっていうね、あの、サイコパスな男なんで。サイコパス系男子です。じゃあ、みんなブーメランの威力見ましょうか、どれくらい強いのか。テストします。レベル7ですね、両方とも。ビアンカ追いついたか。見ましょう、強さを。ブーメランがいかに素晴らしいか。はい、無双です。はい、これくらい強くなります。やばいっしょ。ブーメランやばすぎるでしょ。あの、サクサクいきますよ。もう無敵です。こんだけ敵いたらやばかったじゃん、今まで。もう無敵です。もう無敵です。はい。はい。あ、マヌーサやられた。最悪。マヌーサやられちゃったか。どうしよう。メラ。倒すの早い。ただ、マヌーサには弱いけどね。
マヌーサなんて関係ねえよ。ブーメランなめんなよ。ブーメランなめんなよ。全体攻撃なめんなよ。早いんですよ。マヌーサにも全然ビッコもしないこの感じ。余裕です、余裕。これくらいブーメラン強いですね。ボス行こうか。ボス行くか。攻めよう。ただはぐれメタルの剣がどっかで手に入るって本当なのかな。こんな雑魚ですから、こんなの一撃ですよ。もう雑魚しかいないです。戦闘が楽だね。戦闘楽だわ。いいね。サクサク進むね。ブーメランの安心感半端じゃない。レヌール城まで結構遠いんだよな。どんどん行きましょう。来た、レヌール城来ましたね。うわ懐かしい。覚えた。ギラ覚えた。城がお化け屋敷っていうのもなんかオツだよな。閉まるんだよね。おっと、あ、懐かしい。あ、来た。あれ、ビアンカさらわれるんだっけ。やば、マジか。ソロかよ。ブーメラン手に入ったら笑うんだけど。まあ、強さ。ビアンカがさらわれたな。警備員とか、いや、あの、古城なんですよ。要は、昔栄えてた古城なんで。廃墟なんですよ。お化け屋敷になってます。窓の墓と書いてあるようだ。
私たちのお墓返してって書いてある。ほう、怖っ。お願いです、私たちのお墓を取り返してください。この小さなお城で子供のいない私たちはたった二人きりで、でも平和に暮らしていたのです。どうかお願いです、私とエリックを静かに眠らせてください。分かったぜソフィア、ソフィアの願い聞いてやろう。真っ暗だ。こんな真っ暗だったっけ？すいません。これボスそのまま勝てそうだな。ブーメラン手に入ってるから。なんだこれ、本棚を調べた。お、エリック、エリック、エリック、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、エリック、どこ行くの。エリック待って、エリックどこ行くの。行っちゃったよ、知らねえよ。懐かしいっすよね。ドランボンさんいらっしゃい、楽しんでってください。懐かしいっすよね。スーパーファミコン版です。トラオさんいらっしゃい、楽しんでてください。エリック、おお、ここまで来る。勇気のあったものはソードたちが初めてじゃ。何年か前からこの城にゴーストたちが住み着いてしまい、私とソフィアは眠りつくこともできぬ。どうかお願いじゃ、ゴーストたちのボスを追い出してくれないか。はい、そうか、やってくれるか。では私についてまいれ。台所に松明があったと思うが、その松明を使うとどんな暗闇を照らすことができる。ほう、ここに松明、こうか。え、台所に松明、あ、松明あった。
そうそう、嫁にビアンカとフローラどっちかを選べるんだけど、今その幼少期でビアンカと初めてのボス戦に挑むところですね。初めてのデートですよ、いわば。映画と思うやり映像と音楽でスーファミ用意するの大変だからリメイク版買ってこようか。スーファミ版がいいっすよ、スーファミ版がいいっすよ。なんとも言えない、このノスタルジックな感じ、映像が綺麗じゃないのがいいっすね。このアナログな感がいいっすね。で松明を使えばいいのか。道具松明使う、こう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 なってちょっと苦戦するかもしれないですね。薬草がもう一個ぐらい欲しいかな、もしくはレベルが上がるか。レベル8で多分倒せると思うんだけど、温存してなかったんで。なんだこいつ、あ、中ボスだ、来た来た来た、倒そうか。中ボスですね。そうそう、デボラ、あ、そうだ、こいつ中ボスだ、戦っちゃったよ。もう癖不足、なんかこいつアイテム落とすんじゃなかったっけな。守りの種手に入りました、使います。守りの種使う、今守りが4上がりましたね。呪文ホイミ、道具ホイミにしとこうか。呪文ホイミ、よかった、薬草手に入った、助かる、この薬草は助かる、この薬草を渡しておこう。おはよう翔次郎さん、おはようございます、おはよう、楽しんでてください。なんかお化け屋敷要素がいっぱいあって楽しいな。あ、や、宿屋がある、ね、スーファミの黄ばみはね、あの落とし方検索すると
出てきますよ。ハイターにつけ込んで、紫外線当てると治るんですよ。何日間も。だから太陽で干すんですよ。超綺麗になりますよ。あとは磨くんですよね。方向音痴になった。うん、調べると出てくるよ。ハイターにつけ込んで、で、磨くんですよ。俺もね、分解してきれいにしようかなと思って。超きれいになりますよ。なんかこっちじゃないっぽいな。一回止まって帰ろうかな。一回帰って止まって、一回止まると多分ね、追い返されるんだよね。確か回復はするんだけど、追い返されちゃうんだよ。確か。カセットのプラスチックの部分、カセットじゃない、バラすの一回。一回バラバラにして、中を拭くんだよね。だからその側の部分、スーパーファミコンで、基板の部分をきれいにするっていうやつ。あれ？どっから来たっけ？あれ？入り口に戻るよね、確か。でもマジックポイント回復するために一回戻ろうかなとか思って、どう思う？このままクリアしちゃう？基板濡らしたらダメだよ。壊れちゃう。こんな倒せそうな気もしなくないけど、一回戻ろうかな。一回体力全開させようかな。一回体力全開させてみようか。なんだこれ。うん、そういうことか。一回体力全開させるわ。記憶があるんだよね。それともこの弱ってる状態でボス挑む？この状態でボス挑もうかな。ただか。うん、いいっすよね。僕もやろうと思ってますね。じいさん幽霊なんだよ。鍵開けた。うん、これでいくかな。何やね、鍵開けたから。あ、怖い演出だよね。じいさんいなくなったよ。いい演出。そろそろボスだね。そろそろ来るぜボスが。おお、ダンスしてる、ダンスしてる。トピさん、おはようございます。楽しんでってください。
スしてるわ。ホーンテッドマンション思い出すね。喋れ、すり抜けんの？確か。ノスタルジックですごいいい設定だよね。俺も全くそう思いますね。それこんな思い出があってさ、ビアンカを選ばない理由がないもんね。これお嫁さんビアンカにするよね。どう考えても、もうすぐボスだ。上がってくんねえかな。主人公のレベルをそろそろ引き上げたい。ボス来た？これボスでしょ。いやボスだわ。ボス来たわ。お、宝箱の薬草いいね。これはビアンカに渡しておこう。ボスだ。ボス戦必須ですから。オッケー。ボスだわ。中ボスか。弱っ。打撃が強いんだ。休憩入れるか。マジックポイント上がったし、一回宿屋入ります。もうボス戦なんで。スカラとかバイキで強化した後のいてつく波動はイラつく。え、いてつく波動やってこないでしょ。いてつく波動ってボス戦こんな序盤でやってこないでしょ。強すぎるでしょ。凍てつく波動は最後のボスあたりでしょ。イラつくよね。でもあのラスボスとかの
この演出好きなんだよな。ここでいてつく波動やってきたら笑うよね。どんだけ強えんだこいつっていうね。ジュバーこれゾーマかよっていう。まあこれで負けることはないと思うんだよ。もう通常攻撃効かないぐらい強いから、まあ、勝てますね。防具弱いけどなんとかなるっしょ。ゲーム配信ハマるよね。もうボスすぐだから。それで今回のあのゲーム配信締めだから、多分アグリーハマって第シャープ2とかも見たくなるんじゃない。いや次どうなったんだろうって。YouTube にあの動画残すから、アグリもしよかったらチャンネル登録しといて。僕の YouTube のチャンネル、過去の動画ってやつ、チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。スカラでフォローだね。スカラフォローでいきましょう、作戦では。まあでも、普通に殴っても、素で殴り合っても勝てるような気はするけど。あ、逃げた。逃げた。かわいい、かわいい。逃がしませんよ。さあタバコ吸おうかな。来ましたね。皆さん準備いいですか。ゲーム配信もいいね。ゲーム配信もいいね。お金だいぶ貯まったっしょ。1428。金貯まりすぎでしょ。行こう。うろうろしてますね。なんと骸骨どもお前たちを食べ損ねたようだな。ではこの俺様が食ってやろう。親分ゴースト、まずは呪文スカラでいこうか。リアンカオスカラ呪文ルカナ親分ゴースト。ああしんね、いいねいいね。まず呪文スカラ、ワード、呪文、ギラ、メラでいっか。ギラ使ってくんだ。呪文メラ。ああ、余裕だ。フルボッコだ。フルボッコ、フルボッコ。余裕。ギラがあるような。そろそろ勝つかな。そろそろ行くよ。すげえな。ピンポイントでターン当てたのすごくない？ピンポイントでターン大体覚えてたからね。はい。300経験値。180ゴールド。助けてくれ。王妃と墓は元通りにするから。はい。ありがたい。あんた立派な大人になるぜ。王妃。よくぞやってくれた。心から礼を言うぞ。ソフィア、本当にありがとう。あなたのおかげで眠れそうです。さあ、行こうか、お前。はい、あなた。はい、ワード2。マサヤンヌさん、いらっしゃい。楽しんでいってください。さようなら。あなたたちのことは忘れません。よかったわね。これから二人幸せに眠り続けるはずよ。でも、ゴーストたちはなんで、この城を。あら、何かしら。綺麗な宝石が。きっとお礼よ。ねえ、持って行きましょう。来たー、ゴールドオブ！来たー、来た、来た、来た。フラグ立ったよ。そうだ、思い出した。これが運命を左右するゴールドオーブって言って、これを取り戻しに過去から舞い戻ってきますからね。このゴールドオーブが超キーアイテムですから。ゴールドオーブ手に入れた。やった。ポイミスライム、そうそうそう。だから最初の方で頑張っておくと、ブーメラン取っておくともう余裕な。ソフィア王妃へ永遠の愛を。あ、いいね。割とロマンティックな王様だったんだ。懐かしいでしょ。
ちょっと毎日少しずつゲームをやることになりました。これどこだっけ、上だっけ。ハゲタルの先輩はどつ。そう懐かしいよね。まあ今日のミッションは終了ですね。裏口から帰りましょう。これがねレヌール城ですね。でここでポイントをおさらいしておきます。いけますよ。ポイントはですね、道具でビアンカから追いはぎをします。ビアンカの道具をすべて奪うところからやりましょう。ビアンカを裸にします。ここポイントだから。松明いるかこれ。果物ナイフを、和道に渡して追いはぎをします。裸にします。手織りのケープ渡す。押し物いっぱいか。いいか、果物ナイフ、お鍋の蓋と手織りのケープだけでいいか。使うとビアンカ外れるんでね、パーティーから。防具、ビアンカ、手織りのケープ渡す。和道、はい、追いはぎをします。レヌール城のお化けを和道が退治したという噂はこの夜のうちに広まった。そして夜が明けた。えい、取り上げます。まあね、後で嫁になる女なんで大丈夫です。さあ約束だわよ。この子猫をもらっていいわね。おい、どうする、仕方ないか。よし、約束したし、お前らも頑張ったからな。この子猫をあげるよ。やった、来た。イエーイ。噂はどっから広まったんだろうね。やっぱパパスが覗いてたんだろうね。我が息子よっつってパパスが覗いてて、パパスがうわーっつってうちの息子がーっつって。よかったわね猫さん、もういじめられないわよ。さあ行きましょう。しかし本当にお化けを退治してくれるとは思わなかったよ。お前ら結構勇気あるよな。あ、子供っていいね。で追いはぎをします。お鍋の蓋を渡します。あ、まだ追いはぎはできないね。そうだわ、この子ネクさんに名前をつけてあげなきゃ。ボロンゴ、いいえ。クックル、いいえ。シロル、いいえ。ゲレゲレ、いいえ。どれがいいかな。ボロンゴじゃない、プックルじゃない。プックルどう、プックル、プックルでいいすか。プックル何がいいかな。プックル、シロル、シロルかプックルなんだよ、プックルなんだよな。プックルじゃない、プックルかな。どうしようかな、シロルかプックルがいいんだけどな。どうしよう、ここ選択どうしようかな。プックルが可愛いよね。ゲレゲレなの。まあ公式にはゲレゲレ多いよね。公式はゲレゲレ多いんだよ。ゲレゲレはないんだよね。シロルも定番だね。シロルにすっか。シロルかプックルなんだけど、プックルかな。プックル可愛いからプックルにするわ。プックルにします。プックルで決定です。今日からあなたはプックルよ。え、音楽流れないの。ドゥン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 って。はい、お鍋の蓋をプックルに渡します。はい、見てください皆さん、ビアンカ裸です。ビアンカ裸です。あ、セーブしよう。ここでね、スーパーファミコンやる人覚えておいてください。データが簡単に飛びます。なので定番のやり方は、ある程度まで行ったら、3章まで 1,2,3 どれか全部ね埋めておくっていうのが基本なんで、はい、これ定番なんでね、みんな覚えておいてください。自分の記録を3つやっておけばリスクヘッジになるんで。
はい、ということで皆さん楽しめたでしょうか。和道のドラクエ5配信でした。ありがとうございます。一日ね、少しボス戦をこうクリアしていくっていう目標で少しずつ少しずつやっていこうと思います。ゲーム配信にも力を入れていこうと思います。この放送はふわっちで放送しました。だいたいね100人ぐらいがずっと見ていただけてましたね。ありがとうございます。Twitter、Facebook、YouTube、LINE などは、ふわっちのプロフィールページに書いてありますので、Facebook、Twitter のフォロー、それから YouTube のチャンネル登録をしてください。 YouTube のチャンネル登録をしていただくと、僕の放送の、記録が、いつでも見れるようになってますので、皆さんと一緒に、この番組を作っています。コメントで参加をしたり、ぜひ一緒に、番組作りよろしくお願いします。それでは皆さん、ドラクエ5配信、シャープ1でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もう